こんにちは、グランピーの矢野です。今日はパタゴニアのメンズウイメンズバギーズショーツをご紹介します。まずウイメンズなんですけれども、私が170センチ58キロで、日本製でいうとボトムスは L サイズを履いてるんですけど、かろうじて S が入ってます。でシルエットはこんな感じです。もう一周こんな感じですね。お尻はちょうどいいんですけど、ウエストははっきり言ってきついです。やっぱり私は M の方がいいです。で、バギーズショーツのまず説明なんですけれども、今年で36周年迎えました、誕生して。で、昔からずっとこのモデルだけはシルエットが変わってません。でデザイン性も、当時のままです。で変わったのはこのナイロンの生地のところですね。リサイクルナイロンを今年から使い始めたので、環境にも優しいショーツになってます。で水陸両用のこちらのショーツなんですけれども、女性用は、後ほど紹介しますメンズに比べてインナーショーツがついてない、もうこういう感じの普通のショーツですね。普段履きでも使えるような、ショーツになってます。で海とかね、川で使うときは、ビキニの上からも履けるようになっているので、普段履きと兼用で使ってもらいたいと思います。で私はシンプルな格好が好きなので、もう T シャツに短パンとかって合わせる感じにするんですが、もし自転車とかあと海水浴で使うときなんかはこういう感じでキャプリンを合わせてもいいかと思います。重ね着の提案が私本当に得意じゃないんで、もうタンクトップとか王道なんですけど、タンクトップとかで合わせてもいいかと思います。でバギーズショーツは、スポーツで本格的に使う人も多いんですけど、街着として使う人が圧倒的に多いので、まあ見た目ラフなんですけど、街に遊びに行くときに使ってください。ではメンズです。メンズのショーツは丈の長さが2種類あります。股下がこっちが13センチの短い方で、股下が18センチのこちらが長い方になります。で最近売れているのはこっちの18センチの方、股下が長い方がよく売れてます。でその誕生してからずっと作ってるモデルはやっぱり短い方なので、リピートされる方はこっちですね。昔から好きな人っていうのは変わらず丈の短い方を選ぶ方が多いです。でうちのお客さんは自転車に乗る人が多いので、短いとこう中が見えるのが気になるっていうので長いのを選ばれる方の方が多いです。で先ほどご紹介したんですけど、メンズはインナーショーツがついてます。ブリーフタイプのものなので、下着を脱いでスポンポンで履く感じですね。こっちも水陸両用なので、このまま海に入れます。結構この開放感がやめられないっていう声を聞きます。ちょっと女子にはわからないところですね。で直営店とかパタゴニアのホームページからの、ウェブサイトではこの赤、山吹色は完売してました。ウェブショップ完売してました。でもうちはあります。オンラインショップも載ってます。でこのブルーももうぼちぼちなくなっとったんで、欲しい人はご来店お待ちしてます。どうしよう、閉めれない。またあ、コーディネートだけやっとこうか。トレイルランニングとかロードランナーさんとか、あと日々のトレーニングする人はこういう感じでね、ライトウェイトのキャプリン合わせてもらったり、あとはもうちょっとカジュアルでいくとこうバックプリントがあるようなデイリー T シャツ合わせてもらったりっていう感じですかね。あと自転車乗るお客さんもこの格好非常に多いです。夏場はもうこの、上下の組み合わせの人ばっかりうちにご来店してます。でメンズも私シンプルな格好が好きなので、こういう白い T シャツで合わせてもらったり、あとは
今年襟付きのシャツ入れてますんで乾きの早い登山とかにも使えるポリエステルのシャツ、こういうのもいいかと思います。はい、お気に入りのワギーズショーツのカラー見つけに来てください。オンラインショップもやってます。お待ちしてます。まとまった？